はい、どうもしんしんです。皆さんズームズームしてますかということで、やってまいりました。松山トークということでね、今回の動画は、いろいろなねコメントをまとめて、紹介させていただくという形になってますが、その中でもね、視聴者様の、納車後のリポートたびたびというのがね、前回再びだったんだけどまあ一応同じような感じになるということで、たびたびという形で、作らせてもらいました。社外品なんかのね、コメントもたくさん来てますので、最後まで見ていただけると役に立つと思いますので、よろしくお願いいたします。そして今日のね、まずこの長くなっちゃうので毎回ですけども、毎回言いますけどね、メニューをご紹介します。そして目次というかね、概要欄に作っておきますので、まあ好きなとこだけ見ていただければいいかなと思いますので、参考にしてください。で、本日のメニューとなります。まずはね、福男な人たち。まずはね、ここは初っ端な福男な人たちからいきます。そして、ヒッチハイカーね。ヒッチハイカー、これ、何って思うかもしれないんですけども。あの、見てたらわかるんで、ぜひ見てください。はい。そして、ツッコミね。ツッコミもあります。で4つ目、納車後気になる点、この辺からちょっと重要それまで重要じゃないってことないですけどまあ重要な感じですね、納車後気になる点、そして納車後の5番目がねリポート、そしてまあ普通のねコメントと、7番目が、社外品の話ね、社外品いろいろ買ったりつけたりしますよっていう、まあ、写真なんかも来てますので、楽しみに見ていただければいいかなと思います。そしてベストコメントを発表させていただきまして、最後ねまとめて終わりたいと、思いますので、まあ長いですからね、全部一気に見るのはまず無理かと思いますが、ちょこちょこね見ていただければいいかと思います。はい、ではでは、早速ねやっていきたいと思います。福男の人たちね、いいんだよね、毎回言いますけど楽しいんです。はい、ゼロタカさん、またまた福男ゲットということでねいいよねいいんですよ、楽しいんですよ、福男はね、いいこともあるはずと、今までいろんなこと言ってますけどね、いいこと起こってるんでしょうか確認が取れてません。はい、続いてどんどんさん、またまた3番です、明日14時に納車ですということで、おめでとうございます、おめでとうございます。もうこれはもう前のコメントなのでね、納車されてるんですけども、おめでとうございます。続いてともさん1番不安なんだよね、不安なので、1号6アルファさんが、1番おめでとうと言っていただいてます。確認作業がね入ってますよ、不安なんだよね。で、秀幸さんがね、そうです、あなたが一番です。ともさん、秀幸さん、ありがとうございます。すいません。気にしないでくださいね。という、会話がね、これ、この会話がさ、いいんだよね、このチャンネルね。いろんなところでもそうなんですけど、楽しいんだよ。で、あいうえおさん、3個目。ORZ、いつになったら、福男になれるんだ、ということでね。まあ、いいじゃないですか。福男ですよ、皆さんね。そして、どんどんさん、今度は4番サード村上です、ね、話題の村上選手、三冠王でしたっけ、なったかな、はい、そしてどんどんさん、無事納車されました、でもまだ5キロしか走ることができず仲間と、飲み会やってます、 5キロがこれ5番目っていう意味だと思うんですけどね、かかってると思うんだけどで動画もまだ見てないです、車も動画も明日が、本番です、あしかしヒッチハイカー可愛かったな、公開ばかりですとね、いうこれ意味わかんないでしょ、まあ後で言いますから、先ほど目次にありましたけどヒッチハイカーのね話はここにつながってきますよはい、そして、吉木さん、どうもろくでなしですねうまいね、うまいね、皆さんね、いろいろ考えるね、考えなくても出てくるかわからんけど、ゆうゆきさん、3番、モナパパさん1番今から動画見るぞって、最近見ないうちにこれ送るのが流行ってるらしいです、なんとなくね、はい、はい、ということでね、福男の方々ちょっとね漏れていたらごめんなさいね、漏れてやってる可能性もあるけども、なるべく拾って集めて紹介してますんで、漏れてたらごめんなさいねはい、そして話題のわからんけどなんだというね、ヒッチハイカーというね2番目のやついきますよ、これがね、
どんどんさんね、どんどんさん、どうでもいい話です。私は千葉と都内で二重生活をしているのですが、本日の60の納車のため、先ほど東京を出発し首都高に乗るために、新宿ランプに向かっていたところ、ランプの手前の都庁あたりで段ボールをかざす、女子を発見。立山と書いてあります。急ブレーキ。自分の行き先は成田なので途中のサービスエリアまで、だけど大丈夫、全く問題ないです、乗せてもらえるんですかと、ポンコツロードスターだったので、古くて狭くて乗り心地悪くてうるさいけどそれでも良ければどうぞと、初めてヒッチハイカーを乗せたドライブをしてきました。途中はずっと話をしていたのであっという間に目的地に着いてしまったのですが、怪しまれるのもなんなので名前も LINE も聞かず社名も取らず、別れました。可愛い子だったので今になって後悔してます。あ、後悔の、後悔の大きさから60のこと忘れてましたそう、乗っけたんだって乗っけたんだってヒッチハイカー、しかもめっちゃ可愛い子だったのってライン聞かないのがかわいいじゃない、かっこいいっていうことじゃないでしょうかということなんですけどね。あんまりそこでね、ガツガツね聞くとね怪しまれますからあんた変態松田やろと突っ込まれますよって、ね、バレますよってまあその辺がね、よかったんじゃないでしょうかというところでございます。作業の飲み会の時はね、後悔してうわ聞けばよかったわかるけどねわかるけどね聞けばよかったと、後悔してたらしいですけども、まあそのぐらいでちょうどよかったんじゃないでしょうかということでございます。ありがとうございました。で、続いてね、ツッコミとツッコミなんじゃと思ってらっしゃるかもしれませんが、ツッコミねいきますよ。どちら、秀樹さん、キモキモさん、ワンバンコ、乳頭の色はと、鶴光風に、鶴光風に、来月納車予定、駐車場問題が解決してから早かった、また日程決まればコメントしますということでね、これね、この間、オールナイトニッポンのちょっとだけ真似をして、タイトルコールだけしたんですけども、そしたらね、鶴光さんのオールナイトニッポンじゃんと、まあ、秀樹さん、多分関西人だから余計かもしれないけど、わしは鶴子違いまんがなっていう真似もできないんだけど、なんていうの、世代が違うんですよちょっとね、鶴子さんの、そうちょっとエッチなんだっけ分かんないんだけどそんな感じだったようなね、気が、人気のね、オールナイトニッポンの番組だったと思うんですけどもね、これもうちょっとなんかシュッとした人をイメージしてやったんだけどな違う、鶴子師匠には申し訳ないですけどはい、でアスロンさん2番、あこれはね2番でのコメントですけど、シンジさんワンバンコオールナイトニッポンじゃなくてこれは鶴光さんの方でしたか、ほら乗っかってくるじゃないですかどんどん今日は風邪で熱が出て休んでるのに、つい動画を見てしまっていけませんなということで、皆様お風邪などにお召しなさりませんよう、ワテはまた寝ますとワテはまた寝ますということでね、ありがとうございました。鶴子さんのちょっと研究するかな、真似したら面白いのかな、わからないですけどありがとうございました。あこのちょっとね、最近ちょっと寒いので皆様ね、お風邪などひかぬよう、妖精さんにもならないようにね、気をつけていただきたいと思います。私ね今週ね、まあ、先週というのかな、ちょっとね体調崩しました。なんかね、なんかダリーナという感じだったんですよね。まあなんかダリーナだけで終わったんで、大丈夫だと思うんですけども、ちょっと風邪ひきました。ちょっとだけね、今はもうね万全な体制で大丈夫なんですけどね、皆さんもね気をつけてください。はい、続きましてモナーパパさん、シンシンさん凡庸じゃなくて汎用ですよとすいません、また間違えました。汎用ですよね、冷静に考えると分かるんだけど、汎用、凡庸だよね、凡庸だよね、あじゃあ汎用だよねすぐね漢字苦手なんですよね、難しいよねいろいろ。そしてゆうゆうゆうきさん、モナパパさんに便乗して、こだわり、あ関わりじゃなくてこだわりですよって、私関わりとかなんかいろいろ言ったんですけど、なぜこだわりが出てこないと喋ってる時にね、喋ってみたら皆さん分かると思うんですけど、テンパるんですよ、わけわかんなくなるんでね、こだわりでしたよね、うん、ありがとうございました。間違えるね、恥ずかしいね、うん、学のなさをね露呈してしまうんですけども、ありがとうございました。
はい、そしてどんどんさん、シンシンさん最近よく歌ったりメロディー奏でたりが多いですねと動画作成楽しいんですねってことでね、めっちゃ楽しいよ。あのやってみたら分かると思うんですけどね、この楽しさはね今まで経験したことのないねやつなんですね。めっちゃ楽しい、うん、これあの一人で喋ってるからさ、あの面白いのかどうかわからないんだけど、面白いという体でもずっと喋ってるんでもう突っ走ってるんでね、受けてるはずやということでねやってます。はい、ありがとうございました。でホムホムさん、シンシンさんお友達1400名です、おめでとうございますということでありがとうございます。1400名をね友達ができると思わなかったね、始めた頃はね一人もね友達がいなかったので1年間やっても10人20人とかそのぐらいだった気がするんです、確かね。でも喋り出したら一気にね、少しずつ増えてきまして、なんと1400人も、今1450人ぐらいだったかな、皆様ねいつも登録していただき、そして、ご視聴いただきましてありがとうございます、感謝申し上げます。そしてチャンネル登録年内に、あ、中山さんね、中山忠さん、チャンネル登録に年内2000人超えを目指しましょうということでね、無理じゃねこのチャンネル私が適当に喋ってるだけのほとんど役に立たないようなね情報を垂れ流してる、まあ皆さんのねコメントは非常に役に立つことばっかりですけど、私の紹介の仕方がねあのいまいちね緩い感じになってますからね、うん、まあまあ何とも言いませんが頑張ります。はい、そしてツッコミのねコメントは以上となります、ありがとうございました。このツッコミのコメントもね結構楽しいんですよね、ツッコまれるのね、いじられてる感があって楽しいんですけど、あのもしねよかったら行ってみてくださいやってみてくださいありがとうございました。続きましてもう4つ目だよね、納車後気になった点、これはね重要な、プラクティスか、プラクティスじゃないな、重要な課題という感じですけども、まあいろいろね、まあ完璧な車じゃないですからね、車ってね完璧なものではないのでいろいろあるのですが、そこはまあ包み隠さず、ご紹介させていただきたいということでコメント来てるのを紹介させていただきます。でワンサマーさん、シンシンさんこんばんは、納車後1週間程度経ちますが、土日しか乗らないのでまだ100キロも走ってません。ところでバックで駐車中に2回ほどブレーキサポートが誤作動し焦りました、1ヶ月点検時に D に見てもらおうと思いますということで、これ結構ねこの話題あるんだよね。これベース03さん、マツダ3乗ってたけどバックでの誤作動はよくあったと、あったね、あったんだね、うん、そして白猫さん、乗せていただきありがとうございます。エラー出てます、 AI アクティブセンスエラー、センサー汚れで機能しません、エラーは乗るたびに、出ます、センサー汚れで機能しませんエラーは乗るたびに出ますと、なるほど、先日は県外でこのエラーが出て、その後カメラが映らない現象が、最寄りの、ディーラーに見てもらって応急処置でシステム再起動で復旧、これはリコール出そうですねと、1ヶ月点検でしっかり見てもらう予定ですと。これね、なんかこのセンサーのさ誤作動がちょっと多い、多発頻発してますので皆さんねご注意してください。でヨダボさん、他の方のレビューでバック駐車場に、駐車時に安全装備が充実しすぎているがゆえに壁から人が2人分くらいで手前で、止めてくるというのを聞きました。もしこれが本当に起きるならいろいろと不便だなと感じています。実際駐車される際にそのような事象は見られましたかという、まあ、質問形式でね、コメントを、いただいたんですけども、これあの答えていただきました。 YMK さんね、そんなことはないです、自宅の駐車スペースで左と後ろは小吹き小吹きって何拳1個分まで寄せますが、自動ブレーキはかからないです、CX60 を含め他社でもかかったことはないですね、職場の駐車場でも同様です。ただ僕の CX60 では、動いているものにはかなり遠目から反応します。 RCTB 作動した時も誰がどこにおんねんと思ったら数秒後に、チャリがささっと通りましたと。それセンサーで感知してるのかな、動くやつね、うん、
そして、チャキさんね、そうそう皆さん多発している iActive Sense の件ですが、私が現状乗っている CX30 でもごく稀に同じことが起こります。ただ大体は 1,2 分ほどで治るし、めったに起こらないのであまり気にしていませんでしたが、 60 でそんなに頻繁に起こるのは、ちょっと気になっちゃいますね、ということで、これセンサーの感度が良すぎるのかな、どういうんだろうね。でペンギングラシさん、シンシンさんお疲れ様です。私もエクスポのロジ法は、無事に納車されました。おめでとうございます。もうとりあえずもうめっちゃ良いです。もう本当にまずそれを申し上げますんで。いいんですよ。いいよね。エクスポのロジ法はなんて最高じゃないですか。本当にね。いいに決まってますね。で、iActive Sense ですが、納車後に、すぐ2、3分ののみエラー出ましたが、その後120キロほど走りましたが1回も出ていません。個体差あるんでしょうか。今のところしっかり働いてくれているようです。個人的に気になっているのは、たまたまスイッチオンにしてみたステアリングヒーターが温まりません。これって最近のマツダ車は、温度高い時には、作動しないものなんでしょうか。日産など他社のステアリングヒーターはそのような挙動をするようです。私が、試した時も外気温は20度くらいでしたので、 CX5 の時は外気温関係なく普通に暖かくなってましたが、ご存知でしたら、ぜひ教えてください、ということでね。これ私も返信したんですけど、私の乗ってる8はね、まあ、やはり5と同じで、まあ、いつでも温まるという状態です。でそして暗くなるとライトが早めに点灯してくれるのがありがたいですね。今までは、雨の日など自ら気にして、手動でロービームにすることも多かったのですが、あとはアダプティブヘッドライトが素晴らしいですね、と、以前よりよく働いてくれるようになりました。 CTS もいい感じです。スポーツモードが本当に気持ちいい。そして給湯器は少しばかり控えめになったような気がして、なんだか寂しい感じもします。引き続きシンシンさんの情報を楽しみにしていますということで、コメントありがとうございました。給湯器はちょっと寂しい、音がちっちゃくなった感じなんですかね。寂しいのかな、給湯器の音聞きたいかね。はい、そして、ワミケンさんね、答えていただきました。先ほどのステアリングの件ですね、ただいまステアリングヒーターの件試してみました。メーター上での外気温27度で、スイッチ入れて5分ほど放置しましたが暖かくなりませんでした。こっちでわざわざスイッチを押してんだから余計なこと考えずに温まればいいじゃねえかと。自動でスイッチ入るならまだわかるけどね。ただ今知りましたが、外気温によってステアリングヒーターやシートヒーターを自動オンの機能、今日みたいに暖かいとシートヒーターではなくベンチレーションになるのね、という制御はいいと思いました。これ外気温によってステアリングヒーターやシートヒーターを自動オンの機能があるのか、あるんですかね。あるのか。で今日みたいに暖かいとシートヒーターではなくベンチレーションになると、これいいね。これ CX60 についてんの？めっちゃいいじゃん。ねえ、いいっすよ。めっちゃいいじゃん、ね。めっちゃ中学生みたいだけど、すいませんね。で、KAZUN さん、納車おめでとうございます。羨ましいです。私も納車したら、試してみたいのですが、マツコネ設定でオートエアコン連動になっていると、外気温、内気温が高いと、ステアリングヒーターや、シートヒーターを手動でオンにしても作動しないのかどうか気になっています。もしオートエアコン連動になっている場合は、マツコネで連動解除して作動が変わるかどうか確認されてみてはどうでしょうか、ということ。この先ほどの連動すると逆にオンにもなるし、作動もしないみたいな、高いとね、外気温がね、まあいろいろちょっとわからないんですけども、私も来たら試してみたいんですが、どうでしょうか。で、YMK さんね、快適装備オートエアコン連動の項目からステアリングヒーター連動をオフにして試してみましたが、やはり温まりませんでした。メーター上の外気温は1度下がって26度でしたと。ちょっとわからんですね、これね。どうにやったら作動するのか。ペンギングラシさんね、シンシンさん、YMK さん、カズワンさん、コメントいただきありがとうございます。著名な方々からのメッセージをいただき、私興奮しておりますと。いいね、なんか本日用事で日の当たらない地下駐車場に停めており、出発時にステアリングヒーターのスイッチを押したところ、1分以内で無事温まりました。大変お騒がせしました。駐車場を停めていた際の外気温は21度でしたが、ハンドルは割と冷たくなっていました。もしかすると外気温というよりハンドルそのものの温度に依存するような形なの
かもしれませんね。もともと快適装備連動はオフにしている状態での自らの強制的にステアリングヒーターをオンにした際の挙動についてでした。最初はヒューズ飛んでるってちょっと焦りましたけど、冷たい時にはちゃんと働いてくれてて安心しました。激圧ではないですが明らかに温まっているのが確認できました。ありがとうございます、ということでね。まあそうか、じゃあステアリングとかが冷たくなってる時はいいのかな。何かそのどこにセンサーついてるかわからないですけども、そうすると温まるということでした。ありがとうございました。で確認、カズマさんね、確認ありがとうございます。オンになるステアリングのセンサー温度の設定値が低めなのかもしれないですねと。私も納車されたら試してみます、ということで、私も試してみますということで、カズマさんに便乗しましたが、私も試してみます。はい、ありがとうございました。そしてもう一つね、ここでは著名イコール超変態なので、私は気に私は入っていないと思われますうん、入っていないんでしたっけ、カズマさん冷えてるとき、冷えてるときちんとオンになるようですね。ステアリングは、直接皮膚に触れる部分なので、オンオフの域値が低めなのかもしれないですね、ということでね、まあ、超変態なんじゃなかったっけな、忘れちゃったですけど違いましたっけありがとうございました。はい、ということで、続いてです。まみけさんねあれ、カズマさん、あれ、超高級特殊浴場オフ会の参加資格が超変態組であることでありましたが、でもすみません、リビングの13年ものの液晶テレビが突如映らなくなり、買い替えのため2人分予算がなくなりました。買い替えついでに55から65インチの有機 EL にしてみましたが、いや薄いですね、ということでね前なんかの時あったんですよねあれだ、マミケンさんがね、競馬めっちゃ当てた時の話ですよねみんなでオフ会で、誰だって、カズワンさんとパンダコさんと私と4人で行くかみたいに連れてくれみたいなね、冗談ですよ、冗談の話があったんですけど、それがね2人も亡くなったということでねで、カズワンさん、私の、社会勉強費用が YMK さんの家の大画面 テレビになったと思うと何か感慨深いです。女優さんのドアップ系な観察がはかどりますね。おいおい、やはりか、やはりか、うん。そして、YMK さん、15年ほど前にまだアナログ放送が停波してなかった頃、初めて液晶テレビを買い、あまりの綺麗さに感動しました。でも、最初に映ったのは ブラマヨ吉田のブツブツでしたよ。くっきり見えました。あ、女優さんのアナログみたい。ステアリングヒーターの話ですよ、ってことで。どこがどこがステアリングヒーターの、はい、すいませんね。まあ、冗談はね、この辺にしまして、もう一方はね、もうちゃんと深刻な気になる点、送っていただきました。夜遊び楽しむさんね、これちょっと真面目な話をこれちょっともう手前に持ってくればよかったね、ごめんなさいね。シシさん、こんばんは。キーシェルのお話されてましたが、私の体験をちょっと、自宅リビングで、60の鍵を手に取った際、誤って床に落としてしまいました。その際、側面のカバーが外れ、えって感じ、以前の松田車の鍵を想像すると、落下だけで側面のカバーが取れるとは、カバーを取り付け外出しましたが、2、3日後ソファーの下から金属片が、何これと妻の発言に振り向くと、見覚えのない金属片、手に取ってよく見ると番号が振ってある、もっとよく見ると鍵のような、溝も切ってある。落下した時に、側面カバーが外れ、中からキーが、これ家だから良いけど別宅とか暗い場所なら、絶対に気がつかない自信があります。純正のセレクティブキーシェルでなく、かぶせるタイプの方が良いのかなというね。これね、ちょっと外れちゃったらしくって、キーがね出ちゃったので、ちょっとこれ注意が必要なんですよね。でそれちょっとね、もしね外とかでさ出ちゃうと困りますね、なんて私も返信させていただいたんですけど、そうすると その後ね、夜遊びさんが、そうなんですよね、トラブル回避の意味も込めて一度キー本体の側面カバーを外して、どのようにキーが格納されているのか構造を確認されてみることをお勧めします、ということで、あとはね、キーをちょっとこうカバーできるようなね、カバー全体を覆うようなね、カバーをつけるのもいいかもしれませんし、まあ、なんとも言えないけど、これちょっとね注意した方がいいですね。落とした時は必ずね側面のカバーが外れてるとか、そういう
ういうことがないかチェックするということが大事になってくると思います。皆さんね、注意させて、いただきたいと思います。ありがとうございました。はい、ということで、一応気になる点はね以上と、なります。そして、通常の納車後のリポートね、皆さんたくさん納車されてきておりますので、納車後のリポートに移りたいと思います。はい、まずはね、リスペクトインズさんね、シジンさん、変態の皆さんお疲れ様です。サブニーズソウルレッドプレスポ納車完了しましたと。なんでかね、この変態の皆さんと言われるとなんとなく嬉しくなるのは私だけなんでしょうか。変な気持ちだよね。まあいいか。さて、愛車となった私のレビューです。まずディーラーから出るときに歩道を横切るのですが、段差でドンと、バリカタやんと、試乗車ってこんな硬かったっけとか思いながら、すっかすかの軽油、すっかすかの軽油を求めて GS までの道のりも硬い硬いと。そして GS の入り口、歩道の段差でドンと、バリカタというより鋼やんと、こんな顔になれましたおーっていう顔じゃね。鋼ね、博多ラーメンのようにね、鋼、バリ方、そして、しかしここでふと思い出しました、確か、ジャパンチャンネルでどなたかが、空気圧 3.1 だったと書き込んでいたこと、軽油満タン後にそのまま空気圧チェック、なんと驚きの4輪きっちり 3.4 でした。バーストすったとこれ入れすぎだの本当に。まずは規定値通りの 2.5 にしてあげると、目に見えてタイヤの形が変わっていくように見えました。嫁さんから夜中にベッドで YouTube ばっかり見るんじゃねえとないと言われ、夜な夜なトイレにこもって、JC 見てたおかげで早期解決ですと、とりあえずディーラーには、なんかめっちゃ空気入ってたよと低い声で電話しておきましたと、ね、ちょっとだけね、ちょっとだけちょっとだけ言ったんだね。そして、皆様のディーラーさんでは大丈夫かと思いますが、パンパンにはお気をつけてください。さて、納車後レビューかと、トイレにこもるとお尻が冷えるので、また改めますと、阿蘇の山並みハイウェイミルクロード走ってきましたが、このでかいボディがよくこんなに、走る、曲がるなと感じたことは、取り急ぎ報告しておきますということで、ありがとうございました。このね、空気圧のね、件はね、皆さんちょっと一回ね、確認させていただいた方がいいかと思います。私もね、来週かな、来週、納車になるのですが、私のね、優秀な営業マンはね、私のチャンネルちょっと最近見ていただいているようで、自らというかね、空気圧どうしますかというふうに言っていただきました。ありがとうございます。で、一応、2.5 が最価値。うん、最低値というか最価値というかのらしいので、一応、2.5 でも大丈夫だと思いますが、一応私は 2.8 にじゃあしてくださいというふうにね、頼んでみました。その 2.8 がね、どなたかおっしゃった方いたと思いますが、どんな感じかね、私も感想の動画でね、述べられればなと思います。 2.8、2.5、3.0 と、そんな感じが、こう変わり目 3.0 ぐらいから変わってくるのかなというような気はしてますが、どうかなと思ってます。はい。はい、ありがとうございました。続きまして、太郎 UM さんね、ビンビンさん、こんばんは。やっと納車されました。4月30日契約のプレスポジェットブラックです。試乗はおろか実車を見るのも我慢していたので、こんなに大きく黒光りしてかざそうとは思っていませんでした。いや、ジェットブラックめっちゃかっこいいからな、プレスポのな。まあ硬そうなのか。まあいいね、うん、で C1 ランな系の人たちのコメントに感化されて、私も首都高から、攻めてませんと。湾岸まで、走ってきましたよと。最高でしたということでね。いいね、いいね。私も首都高一回行こうかな。でもな、ちょっと自信がないんだよな。そのみんなが言ってるところに行けるのかどうかわからないんだよね。詳しくなくて。はい、ありがとうございました。で、あきちゃんさんね、昨日22日にプレスポの路地法納車されました。先人の方が言ってるエラーですが、置くだけ充電やはりダメダメですねと、他の方が言ってのと同じく Apple Play が起動、うっとうしいからオフにしました。センサーエラーはまだ100キロくらいしか走ってないので、出てないです。乗り心地、自分は硬く感じないですよと、むしろ場面によって
ては柔らかくさえ感じました。スタート時の低速ギクシャク感は1速2速が近すぎるからアクセルワーク次第で感じることかなと、アクセル次第で感じることかな。 CXT に慣れていくにつれて、感じにくいアクセルワークになってきたので気にならなくなってきましたよと、初物だからこれからもいろいろ出てくるかもしれないけど、タンカラーの内装をはじめめっちゃ満足しているので仲良く付き合っていきますということでね、いいですね、いいコメントですね、仲良く付き合っていきましょう、車はね楽しいですから。はい、そしてどんどんさん、シンシンさんこんにちは。最近投稿回数が増えてきてしまったのですが、納車後の所感を書かせていただきます。自分はあえて、今までは試乗は一切せずにいたのですが、まず5キロしか走らなかった納車初日の感想です。最初に、ディーラーから出て10秒後に思わず出た言葉、すんげえ家庭用なんだこやでした。普段サーキットも走るのでそれなりの足にしているロードスターと比べても硬い、まあ硬いというよりもリアの突き上げがきつくて跳ねるといった表現が正しいかもです。空気圧はまだ確認していませんと。これ空気圧ね、一回ちょっとどんどんさん確認していただいた方がいいかなと思います。なんとなくね、そんな予感がします。そして、給湯器の音ってこんなにするんだと、人を乗せづらいなこの音はと、ステアリングの重さは気にならないのですが、いまいち、スムースさに欠ける、フリクションがある感じと、狭い駐車場にバックでギリギリまで詰めて、入れ、外に出ると後方が、5、60センチ空いてると、バックモニターではぶつかる寸前でもう下がれないのにということでね、まあ、ちょっとこの辺の慣れが必要かもしれないですね。ディーラーでエンジンかけた時から、DPF 再生状態で、自宅に着くまで再生は完了したのですが、エンジンを止めても今までの GJ アテンザや8のディーゼルとは異なる異臭がずっとしていて、まるでゴムや樹脂が熱で溶けているような感じがしました。まあ、新車で初めての再生だったので仕方がないかなと思いつつも、燃えてしまうんではないかと結構心配になるような匂いでしたと。なるほど。で、初日の感想は正直ネガばかりで、失敗したかもが頭の大半を占めたまま飲み会に行ったからね向かいましたと。そしてついで翌日の感想になります。この日は朝からガソリン入れたりの街乗りを少し、その後成田から初台のキロになります。東関東湾岸山手トンネルと行けば1時間もかからないので、奈良市を兼ねてあえて東関東逆に進み、圏央道をぐるっと大回りし、八王子から4号線で、旗ヶ谷っていうのかなに至るルートを目指して出発しました。夕方渋滞が徐々に始まってきていたので、日和ってしまい、結局途中東関東に進路変更、東北道に進路変更し、首都高中央環状ルートにしましたが、まず乗り心地ですが、高速は最高です。時々荒れた路面に段差が重なるとうわっとなる突き上げを食らいますが、いや快適快適、わだちやうねりはふわっとピタッとかわしてくれ、昨日の乗り心地は一体何だったのと感じる好印象なものでした。で、次に MRCC ですが、今までよりも自然な制御で安心感が高まりました。ただ CTS は車線のやや右側をトレースしてしまい、真ん中を走ろうとする自分の意思と制御の狭間で、若干の格闘があったこと、圏央道の対面区間ではセンターラインのポールに向かって右に行く感じに戸惑うとともに、ポールからかなり近い位置を走るので、心配感の方が強く機能をカットしてしまいました。できるかどうかはもう分かりませんが、エーミング、か何かのプログラムで修正できたらありがたい点でした。これあれだね、ちょっと真ん中に行かないんかな、まあ、ちょっとこれ分かんないですけどね、対面通行で、ね、右側行かれちゃうとおっかないですよね、はい。そして給湯器に関しては街乗りが少ないので限られた印象ですが、停車時からのアイストップからの起動は8は車全体が叩き起こされる感じでしたが、6はそれほどではなく、足元あたりに集中した今まで体験したことのない音と振動なので違和感ありますが仕方ないかなといったレベルです。一方、低速でエンジンが停止してからアクセルを踏んでのギクシャク感に関してはどなたかも書いていましたが、アクセルワークである程度クリアできる印象ですと。
抽象的な言い回しになってしまいますが、右足でアクセルという名のクラッチをつないであげるというか、ハンクロをしてあげると言いますか、とにかく、ガバッとアクセルを入れるとギクシャクするので、タイムラグがあるものと割り切ってじんわりゆっくりアクセルを入れてあげるとある程度スムースにいくと思いました、うん、なんか分かりやすいね。こうアクセルでクラッチもつなげながら踏んでいくみたいな、つながってきたなと思ったら振るみたいな、多分そんな感じじゃないかなと想像するんですけど、そんな感じかな。で、最後に燃費ですが、慣らしを兼ねたので踏みたいのをグッと我慢し、とにかく低速での80キロから100キロを巡行でしたが、約161キロ走って、25キロパーリッターでした。95% 以上高速ではありますが期待値以上の燃費でした。だからだらだらと長文を書きましたが、不満点も慣れとともに薄らいでいくのと思いますし、デザインや存在感などは他では味わえない魅力がある車なので、きっと良き相棒になってくれると思えた納車2日目でした。ではではということで、ありがとうございました。分かりやすいね、いろいろな、コメントとレビューをいただきましてありがとうございました。これだからいいよね、このチャンネルはね私が言うのもなんなんですが、こんなに詳しくさ、みんなが分かりやすく説明してもらえるチャンネルもないよね私では多分これ無理なので皆さんね、参考にしていただけると、いいかなと思います。ありがとうございました。アクセルという名のクラッチというのが言い得て妙ですねと、すごくよく分かります。随分慣れましたが、近頃は二足発進も対応しておりますということで、やはりねこれかなり、的確な表現だったんじゃないかなと思いますね。乗られている方も、こういった、コメントをね返していただいてます。でどんどんさん、YMK さんおはようございます、返信ありがとうございます。アクセル&クラッチに関してはこの動画のおかげで、試した気づきです。参考になりました。二足発進はまだ行っていませんが、一通り慣らしを終え気兼ねなく動かせるようになったらぜひ試してみたいと思います。使うのに、コツのいる車というのもあるのもある面マニュアルっぽく個性があっていいものですねということでね、うん、いいね、いいよね、いいんですよ、こういうのがいいんですよ、はい。でワミケさん、自分一人だけで運転するならコツも楽しみのうちなのですが、実はうちはまだ奥方が運転してないので、そのうち運転しだしてなんじゃこりゃにならないといいのですがということでね、どんどんさんね、おっとそういうお違うのですねってそっか、一人だけでね運転するならねいいんだよね、自分の癖もあるし、車の癖もね掴んで運転できるけど、他の人が運転するとなるとちょっとね、厳しいかなっていうのもあります。はい、ありがとうございました。でタイタンさんね、今日納車1ヶ月を待たずに、総走行が3000キロ超えました早いね3000キロ、30年ほど前に勉強取得以来、セダンクーペから始まって時代の流れとともに、ミニバン SUV を乗り継いできた経験から感じたことは、ミニバンや SUV って山道でロールするのが当たり前で、コーナーで体持っていかれますよねと、足が硬い柔らかいの不快感よりもそのロールこそが背の高い車の不快感でした。CX-60 は、それがない、ないというよりセダンに乗ってるような乗り味を、視線の高い SUV で、体現している。エアサスを使っていない CX-60 がこの乗り味を KPC 等々で実現していることに感心する、感じている欠点、エンジン音、スピーカー音を聞くにはそれ相応の急加速が必要なので、普段乗りではエンジン音を聞くことはできません。法令遵守で流れに乗った走りをしていると、常時2000回転を下回るので、V6 のような、怒涛の音を聞く機会はないです。私は試乗時にしか、分回してないので、自分の車ではエンジン音いいねなんてことは一度もないです。残念。ではまた、ということでね。まあまあまあ、時にはね、あるんじゃないですか、そのうちにね。うん、ちょっと踏まなければならない場面も出てくると思いますので、そんな時に、いい音がしてくれるということでございます。ありがとうございました。そして、天さん、シンシン様、シンシン殿、こんばんは。私、10月21日に仏滅に納車しました。プレモダ、プラチナクォーツと、都合つかず、仕事終わりの20時過ぎとなりましたが、ディーラー様は親切、丁寧な対応で大変満足と、待ちに待った、我が愛車を運転してのネガティブ感想です。1、アイストップの復帰時の音、振動はその都度違ってる、時には給湯器、時には、部品落ちた。時にはいいじゃん、ツンデレなのでアイストップオフですと、うん、まあそれがいいかもそして、バックミラー越しの後方視認性が、
後席乗車のメインは奥さんと娘なので中央のヘッドレストを外して対応しています。でも微妙と、ちょっと見えづらいのかな、うん、そして、日が落ちるとランプワイパースイッチ周りが暗くて現在の位置がわからない、細かくてすいません。これでも結構重要なんだよな。この見えるか見えないかっていざっていう時にね慌てないで済むので、もうちょっとね明るく作っていただきたいと私は8今乗ってますけどね、思っています。今のその660もねちょっと暗いというコメントをいただきましたので、まあそれはね松田さんの考えでもあるんでしょうが、もう少し明るくてもいいのかなと思ってます。はい、とはいえ、そんなことはどうでもよくなるズームズームな車です。走る曲がる曲がると、星3つですということでありがとうございました。まあ総じてね、気に入っていただいたという感じでしょうか。いいですね。私も早く乗ってみたいなと思えるコメントでした。なんて言っていいかわからない。ありがとうございました。続いて、もう一つね、テンさんね、私暗いんですかとね、コメント返させていただきました。そうなんです。暗くてスイッチ見えません。黒い肉棒、もとい黒い棒がかすかに確認できる程度です。ということでね。おい。違うやろ。ありがとうございました。はい、続きまして、ボンテンマルさん。以前 Bluetooth 接続で音楽聴いている時に、ナビ音声案内が入ると音楽ボリュームが非常に小さくなってしまうと、ご報告させていただいたのですが、本日 Bluetooth 接続ではなく HDMI 接続で試してみたところ、音声案内時に音楽ボリュームは多少小さくなるものの、Bluetooth 接続の時ほどではないことが判明しました。結構悩んだので嬉しい。そして私の CX60 だけなのかもしれませんが、一応解決したのでご報告となりますということで、ありがとうございます。こう音楽がね小さくなってしまうのがもう気になるという方は HDMI で接続して聞くのがいいのかもしれませんね。ありがとうございました。はい、続きまして、モイチョイワンさん、皆様こんばんは。先週プレスポマシングレー納車されました。おめでとうございます。納車されました皆様にご質問なのですが、タイヤの空気圧はどうされていますか。酸素参考にさせていただければ幸いですということでね、これは先ほどね言いましたけども 2.5 がね最低値最価値らしいので、それ以上という形にはなりますが、 3.0 入ってるとかなり、入ってるなっていう感じになってしまうらしいので、まあ私は一応 2.8 と注文させていただいてます。皆さんはねどうでしょうか。 2.5 でももちろん大丈夫ですので、感想と教えていただければと思います。ありがとうございました。でタイタンさん、こんにちは。勢いでディーラーオプションのスポーツペダルつけてしまったのは金の無駄遣いでした。社外品で十分ですよねという。いやそんなことないですよ。ディーラーのね純正のペダルが一番安全ですし、格好もいいと思いますのでね、無駄遣いではないと思いますね。まあ私が、ね、たまたまそれ紹介してしまったからね、こう思われてしまったのかもしれませんが、十分いいものだと思います。大丈夫だと思います。そして社外品と偉そうに言うほどのものではないですが、私は車買うと必ずセリアの隙間埋めクッションを買います。セリアと100円ショップだね、フロントシートと、センターコンソールの間の隙間ってゴミやら、ポテチやら抜け毛やらが入り込むと掃除できませんからねと、ところで、低速時のごとごとギクシャク感を、解消する方法に気がつきました。それはアイストップオフスポーツモードにすることです。CX60 のスポーツモードは他社にはありがちなむやみに高回転まで上がる代物ではないので、平常時でも違和感なく使えます。スポーツモードにすると常時モーターと絡み合ってるような感じで心地よいです。アイストップオフスポーツモードでも十分高燃費な車ですから、燃費重視にモードの不快感から解消と思いお試しくださいということでね、まずはね隙間埋めね、これでも結構重要かな。どうに埋めるのかちょっとわからないけど、まあ埋めてね、下にゴミが落ちないようにするということです。そしてスポーツモードね、私ほとんど試乗した時スポーツモードばっかりしちゃうんで
これだったのかもしれないな、ずっとな。あんまりこう違和感を感じなかったの、このせいだったのかもしれないです。ありがとうございました。これ結構いいかもね、しないですね。はい、ありがとうございました。続きまして、もう一つね、タイタンさん。ついでにですが、純正ゴムマットは重量感があり、デザインも秀逸なので、雪国の方にはおすすめです。ただ、ゴムマットだけだと、リアセンターのところにマットがない状態になるので、私はリアのよう、私はリア用には皆さんと同じようにホットフィールドのフロアマット引いてます。まあ、ではまたということでね、純正のゴムマットもかなりいいという情報でございます。ありがとうございました。続いて、のじさん、しんさん、こんにちは。遠くの方からね、ありがとうございます。こんにちはということで、ありがとうございます。本日4月29日契約プレスポロジホはやっと納車されました。おめでとうございます。ディーラー第1号ですが、バカラとかキーケースとか記念品はもう特になかったです。なかったのかな。もうディーラーによって違うのかな。バカラとかもらえそうな気もするけど。ね、まあキーケースはあれですけど、納車式みたいなものはなく、それはなくてもいいのですけど、都会の大きな販売店が羨ましいと、それはさておき乗った感想ですが、早速コーティング屋さんに預けているので市場より短い距離しか乗って出してません。明日の夕方には出来上がるので、それからですね、明後日有給取りたいな、でも仕事の予定入ってるしな、じっくり乗れるのは木曜日くらいになりそうですということで、これはもう来週の木曜日のことですね。それまでね、車来てるけど、まああのなんだあのコーティングもしてるというのもあるし、お預け状態ということでね、かわいそうですけどね、もうちょっと待ちましょうねということです。ありがとうございました。そしてユーチェイトーちゃんさんね、やっと10月29日に、納車されました。おめでとうございます。自分のお気に入りはオートエグゼのスポイラーです。そのおかげで、納品の遅れからの納車遅れで、1ヶ月くらい待たされましたが、車外じゃないですがスタッドレスタイヤを履くのに、買った18インチのマットブラックのホイールがかなりかっこいいです。オールシーズンタイヤ履かせたら完璧かもということでね、18インチのね、あれ高いんだよね確かね、入れたんですね。そしてオートエグゼのスポイラーも入れたんですね。いいですね、かっこいいですね。あの写真お待ちしてますね、ユーチェイトーちゃんさんね。お待ちしております。ありがとうございました。はい、続きまして、しげしげさん、あ、ここからね、そうだ、試乗のコメントに移らさせていただきます。納車のね、コメントは以上となりまして、試乗後のね、感想というか、レビューコメントとさせていただきます。しげしげさんね、しんしんさんこんばんは。昨日2回目の試乗を行ってきました。前回はロジムホワイトのプレミアムスポーツでしたが、今回はジェットブラックマイカの、プレミアムスポーツで、ボス感が半端なかったです。もうね、ボス感半端ないね。ディーラーに新型レクセス NX のブラックが止まっていましたが、生きている感とボス感の違いで CX60 の方が存在感がものすごかったですと。なるほど、レクサスNX よりもボス感があるっていいね。まあ NX ちょっと上品な感じもあるけどね。まあ黒だと、CX60 もね、結構ボス感があるということで、ちょっと買ったかな。分からんけどね。はい、で、試乗した感じは前回と違って少しエンジンの主張が気になりました。前回は停車時でも耳を澄まさないとわからないくらい静かでしたが、今回はそこまで意識しなくても聞こえる感じでした。エンジンの始動時もおーディーするって思うくらいの主張が強かった印象です。走行距離は500キロ程度で、前回の試乗車より、1000キロほど少ないですが、鳴らしの違いでしょうか。速度が40キロ以上になってくれればエンジン音も気にならず、本当に静かで上質な乗り心地には思わずニヤニヤしてしまいますと。続いて、走行時の変速ショック等は特に感じずスムーズに、変速していましたし、前回同様低速時のバタバタギクシャク感はありませんでした。加速時のエンジン音は血がたぎります。六甲山の急な坂道も1500回転程度でモリモリ登っていきますし、カーブも吸い付くような感じで、気持ちよく曲がっていきます。このあたりは人馬一体を提唱するマツダの技術力に納得です。前回確認できなかったアイドリングストップについては、走行時にもアクセルをオフで頻繁にエンジンを止めに来ていましたので、惰性で進んでいるときは静粛感に包まれる感じでした。
続いて、燃費にも結構貢献できているようで経済的ですねと、停車状態でアイドリングストップからの復帰時は他の方が指摘していた、微振動と音が確認できました。個人的には負荷がよくできているのでこの点が気になるかなと思いますが、プログラム側で改善できるのであれば今後改良に期待ですねと、今家族会議で、内装は単かブラックか、外装色はジェットブラックか、マシングレーかロジムホワイトか、いろいろ意見が分かれてまして、私はジェットブラックのボス感が気に入っているのですが嫁からは反発されてますと、これよくあるやつね男が好きなやつね、まあ黒いいけどね、おすすめですけどね、どうでしょうか。まあ白もロジムホワイトもね、上品でいいですが、まあ、好みとするとこのジェットブラックがねボス感があっていいというような感じなのでしょうということでね、どうにかねジェットブラックになることを期待しております。期待しております。しげしげさんね、ありがとうございました。後ほどね、契約後にはまた報告お待ちしております。はい、続きまして、ブロッコリー店さんね、4月末に CX60 かな、クロスリーエルパキを予約している CX30 乗りですと、先日半年点検の待ち時間を利用して2回目の CX60 の2乗を試乗してきました。担当営業が接客対応のため、今年入社の女性営業が営業さんが、同乗していただきました。女性の営業さんとお話しすることなんてないのでいつもより別テンションになってしまいました試乗中、営業さんになぜ車屋さんに就職されたのですかとお聞きしたら、車が好きとのこと、昨今、若年層の車離れがありますが若い方で、女性が、車が好きなんて素敵だと思い感じました。最近は女性カー YouTuber が多いですし、お話ししながらの試乗で感じたことは CX30 より静かで無理なく会話ができたでした。先日 CX30 に人を乗せて長時間、乗車した際、ロードノイズで会話が少し聞き取りづらいと感じました。普段はぼっち乗車なのであまり意識をしていませんでした。納車が待ち遠しく CX60 に人を乗せてのドライブが楽しみになりましたということでね、ありがとうございました。静粛性もねいいですし、女性を乗せての楽しかったんでしょうね楽しいですよねありがとうございました。まあ、クロスリーのね、予約です。4月の予約ですから12月あたりに来るかなというようなね、状態です。待ち遠しいですね。また納車されましたら、コメントお待ちしております。ありがとうございました。そして、ゆうゆうゆうきさんね、白猫さんのジェットブラックめっちゃくそかっこいいですね光の移ろいがすごい、今更ですが白猫さんなのに車は黒なのですねということでね、前の動画でね白猫さんのジェットブラックの愛車紹介ね、させていただきました。めっちゃかっこよかったのね、それのコメントをいただきました。そして、白猫さん返信、ありがとうございます。白猫なのに黒車が好きですと、マツダの優勝カラーにメルセデスのようなマットブラックが出たらいいのかなと、洗車は大変ですよということでね、返信いただいてますメルセデスのさマットブラックってあれかな、なんだろう、グレーみたいな感じかな。マットブラックって本当に光ってない真っ黒なのかな、わかんないんですけど、マットブラックいいね、かっこいいよね、ちょっと高級感が出るね。で、さらにね YMK さん、黒めっちゃいいな、洗車をはじめお手入れしない僕には難しい色ですと。そしてカズワンさん、うちはパツキンのビキニ美女が3人がかりで洗車してくれますもう妄想ですで、どんどんさん、昨日のヒッチハイカー、パツキン娘でしたよ。入ってきた、ここで。ヒッチハイカー。で、カズランさん、乗せたら4人目になってくれましたかね、ということで、これ妄想劇場が激しいね。で、どんどんさん、そんな、経験してみたいです。おっと、妄想だけでよだれだらだらです。あんまりあれなんですけど、とりあえず妄想が面白そうだったので、紹介させていただきました。はい、そして、続きましてね。匿名希望の X さんね、匿名希望です。シンシンさんこんにちは。初めて投稿させていただきます。11月13日エクスクルーシブ、モダンが納車予定です。マツダ車は3代目になります。初代マツダ車は約50年前に購入した初代ルーチェロータリーですと。すごいね50年前にね
今まで20台を乗り継ぎ、今回 CX-5 からの乗り換えになります。マツダの前はドイツ車に4台乗りました。 CX-60 の、全幅は広いと言われますが、190センチ以上2台乗ってきたので試乗してもさほど大きいとは感じませんでした。車両価格が570万円、オプション価格が50万円、総額600、オプション価格は約50万円、総額600万円になりました。後期高齢者で年金暮らしのミニは分不相ですが、最後の1台になるかもしれませんが、大事に乗っていきたいと思いました。そういえば、シンシンさんもラゲッジマット、フォルクスワーゲンのをとか、を使っていると言っていましたが、私もトワレグのマットを十数年使っています。長文に取り留めのない文章になり申し訳ありませんということでね、ありがとうございます。コメントね、初めてのね、初コメントありがとうございます。本当にね、いいんです、何でもいいんです。感じたことを書いていただければ、私ね、読まさせていただき紹介させていただきますので、何でもね、今ねこれを見ている、まだコメントさせたことがないという方はね、こうコメントするとめっちゃ楽しいですからね、何でもいいのでコメントしていただければと思います。ありがとうございました。それで50年前にね、ルーチェ、初代ルーチェを乗ったと、ロータリーのね、乗ったということで、おそらくその時もね、いろいろあったと思いますよね、初代のルーチェね。それを経験しての、約20台乗り継ぎ、ドイツ車に4台乗りということでございます。まあいい車にも乗られたと、ドイツ車ということですからね、思いますが、最後という、まだ最後ではないですけどね、CX-60 を乗って、またこの次のね、やつの、希望にしていただけた、いただけたらと思います。まあ次にね、もっとね、いいの出るかもしれないのでね、マツダのね、スポーツカーなんかもね、いいかなと思いますからね。それを狙って、いただけたらと思います。さらにね、ラゲッジマットね、私フォルクスワーゲンパサートですけどね、私のそのトゥアレグのようなね、高級な車ではなかったですけど、パサートの、ラゲッジマットをね、ずっと使っています。私も10年ちょっとかな、使ってますので、結構いいんですよ。全く、まあ、汚さず使ってたっていうのもあるんですけど、全然汚くなってなくて、触り心地もいいのでね、ラゲッジマットずっと使ってるんですけど、まあ、ちょっとサイズが合ってないので、そろそろね、交換しようかというところでございます。ありがとうございました。またね、納車された際にはね、コメント何でもいいのでいただけると嬉しいです。ありがとうございました。はい、続きまして、大広さん、先週注文してプレスポ納車待ちです。ぜひアフターパーツのテレビキャンセラーの皆さんどうしてるか聞かせてくださいということでね、このテレビキャンセラーのね、ことなんですけども、なかなか出てないらしいんですが、藤俊君さん、私も探してましたが、先日ツイッターである方が、日本電機から発売されているとツイートされていたので調べてみましたら、 JES 日本電機サービステレビコントロールと SV テレビコントロール、テレビコントローラー、テレビ、キャンセラー、テレビコントローラーで、マツダ CX-60、令和4年9月以降品番 ATC-13 リセットタイプと、こんなのが楽天市場で発売されていました。私も納車までには購入しようと思っていますということでね、まあ、キャンセラーちょっとね、ちょっといいのかどうか分かんないので、ちょっとね、なんだろうね、一回様子を見たから、つけた方がいいのかなと思ってます。はい、ありがとうございました。そして、豆腐屋さん、オムあんこは、北海道の某飲食店で、メニューにありましたよ。何でもオムライスのあんこバージョンだそうで、スイーツの一種のようです。参考までに、スマホ守るくんは某 YouTuber 愛用でおなじみのやつですよね。もちろん購入しました。そういえば納車日決まりました。プレスポロジフォアベージュ内装で関東なマツダです。11月上旬に決定です。楽しみということでおめでとうございます。オムあんこってそうなんだね。知らなかったですけども、オムライスにあんこバージョンどうなんだろう。想像がつかないんですけども。ありがとうございました。はい、続きまして、吉行安倍さん、シンシンシャンションショーさん、無理だこれ、無理やで、うん、1月配送予定だったのが早まって、1月1日配送予定だったのが早まって明後日、もしくは明日届くかもです。自分は土日も仕事だから走れるのは月曜日になりそうですが、もうそわそわワクワクで、そわそわふわふわですと。
そわそわふわふわですね。スカーフプレートはアルミ出るまで待てないので、 Amazon で見かけたプラスチックのやつで、やってみます。若かった時だったら夜納車でも海まで行ってたと思いますが、おじさんだからおとなしくその辺フラフラして帰ると思いますということです。そうですね、私もそうすると思いますよ。無理は禁物です。無理はね、事故ったら困りますからね。はい、ありがとうございます。これ後ほどね、吉行さんのやつありますから、また社外品のところでね見てください。はい、続きまして、七市の旅人さん、おこんばんはと、いよいよ明日明後日ね、プレスポン納車と、土曜日にはとりあえずコーティングしてきます。時々傷つけられたり盗まれたりしないかなと、ようやく我慢自分の心配がなくなると。社外品はアマゾンでなんちゃらカバー系のシートを、買ってみましたということでね、ありがとうございます。このそうですね、もう納車されてますので、これも後ほどね、コメント紹介させていただきます。ありがとうございました。そして、あかねけいさん、またまた取り込めありがとうございます。また爆発って言いかけてるしみたいな、ね、ついね、暴発を爆発って言ってしまう、読んでしまいそうになるんですよね。読んでしまうんですよね。は暴発するから気持ちいいので、爆発しちゃ痛いだけです。ってそんな具体的な説明してんでも。はい、で、ステッカー試作品作り始めましたかと、シンシンの、ロゴ背景に、シンシンじゃないなこれな、今流行りの某イカゲームのペンキインクの感じで放出のイメージで出したら、流行る流行るってことでね。無理やで、それは絶対に絶対に無理ですよ。やりすぎですよ。ありがとうございました。で、山さん、こんばんは、社外品の、動画お願いします、大賛成ですということで、応援いただきました、ありがとうございます。助かります、ありがとうございました。そして、ともさん、スインスインさん、こんばんは、社外品情報ありがとうございましたと、まずはステッカーの見積もりをお願いしますということでね、ステッカーももうちょっと、ね、届くと思いますので、また、発表させていただきます、ありがとうございます。そして、丸宮さん、シンシンさん、スマホ守るくんわらでした。検索までしてお手数おかけいたしました。とりあえずセンターコンソールのところ、Windows スイッチ全席、あとナビモニターとヘッドアップディスプレイのところに、施術しようかと思っています。何やらホコリとかもつきにくくなるとかどうとか、前回コメントからプラスでスマホホルダーを追加しましたが、どこにつけようか悩んでいるところなので、実写が来たら検討しようかと思う思うとります、思うとります、思うとります。わからんなイントネーションが。で、ウィンカ マイカーバージン消失まであと2週間です。ワクワクモンモンシコシコしながら落ちますよね。シコシコするのね。はい、ありがとうございました。なんだスマホ守るくんのね、つける場所を、教えていただきましてありがとうございました。これね、そういうなんかモニターとかね、そういうところもつけていいみたいですね。私もちょっと詳しくわからないんですけども、まあそうだねスマホにつけていいんだから、それどういうもんなんですかね。剥がれたりはしないんですか、もうつけたらそれで、永久的にみたいな感じなんでしょうか。調べます。調べろって、ね、早くね。ありがとうございました。そして、もう一つね、返信ありがとう、丸宮さんね、 HUD のあたりはホコリがきっとたまりやすいかなと思ってます。施術も簡単そうなのでやってみて損はないかなと。ちなみに私も社外アルミペダルシルバーを購入予定ですよ。松田変態紳士クラブにご入会させていただきます。お揃いですねということで、ありがとうございます。ありがとうございますというかね、仲間だね。アルミにペダルね、ペダル仲間同好会ね、作ってありますので、ご希望の方は、また同好会に入会していただければと思います。ありがとうございました。はい、ということでね、コメントを紹介させていただきました。普通のね、まあ普通のか、まあどこでくくるかよくわからないんです。まあ一応くくってありますね。で、続きましてね、社外品のお話です。いやー今日もちょっと長いね、もう1時間超えてきちゃってますかな、まあ編集でもうちょっと縮まるかもしれませんが、長いね。喉が疲れてきたね。はい、ということで続きましてね、
社外品の、ね、コメントと行かせていただきます。モナパパさん、シンシンさんと愉快な仲間さん、こんばんは。本日フロアマットポチりましたと。試案の結果、ホットフィールドさんのシャギーブラックにグレーのオーバーロックとホワイトのステッチをオプションで付けましたと。あ、フルセットではないのでラゲッジマットはもう少し考えてから決めようと思います。あとディーラーオプションになりますが、先日オートエグゼのフロントスポイラーを追加で頼んじゃいましたと。スポイラーか、かっこいいな。どうしてもオートじゃない、エクモードのフロントの樹脂部分が寂しくて、我慢できなくてということで、嫁さんには内緒ですよってことで内緒でねところで何か、未塗装樹脂と着材塗装の違いって分かりますか？着材塗装っていうくらいだから何かしら塗装はされているんですかねと。懸念されている発火対策が必要かも気になるところですが、ご指南いただけるとありがたいです。ではではまた、このまたの動画まで心身欠乏中です。あ、単なる独り言ですよということでねありがとうございました。これちょっと樹脂、未塗装樹脂と着材塗装との違い、ちょっと後でね私調べたいと思います。今日はちょっと時間がだいぶ経ってますのでね、また調べて、ご報告させていただきたいと思います。そしてこのフロアマットね、私またモナパパさんの真似してしまったかもしれませんが、ホットフィールドさんと、FJ クラフトさんのねサンプルを、依頼しましてね、ついたのをちょっとだけ写して動画にしてみました。こちらね、ホットフィールドさんね、これがね、まあ、なんだっけ、プロホンドというねマットになります。これめちゃめちゃこの触り心地が良くて、ふかふかでねいいんですよね。これまあ、ただ私ラゲッジマットが希望というかだったので、まあ、あとこのラバーマットもね、候補に入ってます。このフロアマット3色とラバーマットのサンプルを取らせていただきまして、あとラバーマットも取ってどっちがいいかなというような感じですね。まあフロアマットだけだったらこれもねめちゃめちゃ触り心地がいいので、私の好みからすると、このあとね、FJ クラフトさんのやつも出ますけども、モッドフィールドさんのやつがいいかな、ちょっと KO 取ってますけどね、水でいいかなというふうな感じでした。こうなんか密度もちょうど良くてね、触り心地が、いいです。そして、ラバー、ま、ベージュと黒とグレーと、もう一色あったかな、赤とかもあったかな。うん、まあ、赤とかはまあなかなか斬新な色なのでね、つける方はいることかもしれませんがね。ラバーマットも早く触ってほしいな、ラバーマット。もうネタがないな、こう喋るネタ。ホットフィールドさん、じゃあこのフロアマットの方のね、ラバーマットね。いや、いいんですよ、これ、ラバーマットね。これね、すごいね、触り心地というか、柔らかい、うん、柔らかくて、なんだろうね、こう、プラスチック感がないというかね、本当にゴムのいい素材を使ってるなというような、ね、感覚でした。でこちらね、FJ クラフトさんのやつですね。こちらもねすごくね、マットの方すごく触り心地も良くて、いいなっていう感じです。でただね、ラバーマットこれ先ほどホットフィールドさんのラバーマットと、こちらがね FJ クラフトさんの、マットなんですよ。 FJ クラフトさんのちょっと硬めね、硬質感がある、ゴムマットというような感じ。まあどちらがいいかっていうのはね使ってみないとわからないですが、この触った感じだとねちょっと柔らかい方に惹かれてしまうっていうね。でもしかしたらね硬い方がいいっていうこともあるかもしれません、ラバーマットの場合はね、うん、で、この普通のねフロアマットの方も、FJ クラフトさんのねいろいろ種類送っていただきまして、ちょっと映りがあれだな、映りがそう、いろんな色もありましてね、まあマットとしてはすごくいいものでした。このチェックのやつとかもねありまして、いろいろ選べるということです。で裏面はこうぼっちがね、まあ等間隔で、ついてるような、感覚です。でホットフィールドさんのはこう細かくついてるようなね、感じでございました。感覚的にはこっちのホットフィールドさんのは狭くて、まあどっちが滑るとか滑らないっていうのはあまり違いはないかとは思いますがね、こういう違いがありますよという、形です。で私の方はね最終的にホットフィールドさんのこの
ラバーマットね、このラバーマット、これに、決めようかなと、思っております。これでね、まあ、あのラゲッジマットですけどね、ラゲッジマットで、もしよければ運転席と助手席の、フロアマットをこのラバーマット、冬だけ、雪の方に、ね、行く時だけ使ってみようかなと、思いました。ありがとうございました。はい、ということで私の話はね、以上でございます。まあ一応こう紹介させていただきましたので、ね、ホットフィールドさんと FJ クラスターのね、概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。はい、続きまして K カートップさんね、新次さんこんばんは。ドア関連はもう調査済みかと思います。AI ボックスは、カープレイ、カープレイで動作させられないアプリ用ですと、燃料蓋のステッカー、チャイ製ペダル、チャイ製ペダルセット、シリコンラバー製の安いスカフプレート、アルミ、洗車台などなど続々と届いてますと。レザーキーケースも届きましたが、いまいちだったので、イノクラレザーのキーケースも注文しちゃいました。残すはとりあえずホイールとタイヤ、マフラー、コーティング用のソフトくらいでしょうかということです。足も変えたいですが、これは当分先でしょうということでね、いただきました。ありがとうございました。これ気になるのは、レザーキーケースね、ちょっとイマイチだったということで、イノクラレザーというとね、まず後でちょっと調べますけども、イノクラレダー、レダー、イノクラレダー、キーケースのね、ちょっと調べて、後でね、キーケースも欲しいので、どんなもんがね、あるか調べて、ご報告させていただければと思ってます。ありがとうございました。そして、ひじゅうきパワーさん、しんしんさん、こんばんは。クロームキャストの件は、失礼しました。補足しますと、Android TV みたいなものなので、ネットワーク環境さえあれば、携帯の、ね、テザリングとか、YouTube、Netflix、プライムビデオなどが見れますと、鉱石の家族は喜びますと、また報告を遅れましたが、今週末29日、プレスポ納車ですということで、楽しみですということで、ありがとうございました。そう、クロームキャスト私わからなくて、動画でね、聞きました。すみません、ありがとうございました。まあそういうもんだね。つなげれば、そういう、なんだろう、ネットの動画とかね、見られるものであると。まあ Amazon プライムみたいなもんでしょうね、おそらくね。ありがとうございました。はい、そして、マイドさん、シンシンさん、こんばんは。社外品ですが、オールシーズンタイヤ用のホイールを検討中です。簡単に考えておりましたが、ハブ系やインセット等を、結構条件があるようです。CX60 の18インチは、ハブ系が67、インセットが、なんだ。インセット45とのことですが、社外品のホイールのハブ径は73と大きめのものが多く、検討しているホイールも73で、マツダ推奨と結構開きがあり、どうしたものかと悩んでいます。これくらいの差であれば問題ないでしょうかというコメントです。で、カズワンさんに、ね、答えていただいております。社外品ホイールはハブ径73が多いですねと、ハブリング入れるとセンター出しやすいですということで、そう、ハブリング入れればいいんですがね、どうなのかと。はい、そして、マイドさんね、アドバイス、カズマンさん、アドバイスありがとうございます。ハブリングのことを調べてみましたら、取り外すときに錆びついて取れないことがあるようなことが書かれていました。確かにハブリングを入れると、確実なのでしょうが、取り外せないと困ります。ネットで調べるとテーパー付きのナットを使用すれば問題ないとか、いろいろな意見があって、かえって悩みますと、ご指摘のように市販品の多くはハブ径73が多いですが、皆さんは何か対策されているのでしょうかと、で、カズワさんね、私は今の車の車外ホイールにハブリングを使っていましたが、7年使って特に不具合はなかったです。ドイツ車なのでナットではなくボルト締めのタイプで、ハブ径が合っていないとタイヤ交換時に大変かなと思い、使いました。日本車のナットタイプでハブリング使ったことないので、他の方のお話も聞いてみたいですね、ということで、これちょっとね、詳しい方いたら教えてほしいですけど、でも私も確か前の車の時使ってた気がするんですよね。まあ別に問題はなかったですが、まあちょっとね、簡単に
安全に関わることなので、ちょっと適当なことは言えないので、もし詳しい方いらっしゃいましたら教えていただきたいと思います。ありがとうございました。そして救急フィンさん、プロスポを契約して納車待ち中、オッドキャストは使えるんですかねと。スマホがそのままマツコネ画面に使えそうですがどうなんでしょうということで、これはあのもしね、分かっている方もしいらっしゃいましたら、あのコメントよろしくお願いします。オッドキャストね、はい。そしてゾノタウンさんゾゾタウンのあれだね、パロディゾノタウンさん、初めてコメントさせていただきますということで、初コメありがとうございます。私も皆さんが買われているようなアルミペダル、ブラックの他にセンターモニターと、運転席の液晶モニター用の保護フィルムを注文しました。サムライプロデュースさんから CX60 専用のスカフプレートやドアノブの引っかき傷防止カバー等が発売されたら速攻でポチろうと思っています。丸宮さんがおっしゃられた、スマホ守るくんは CX5 やその他のマツダ車で採用されているセンターコンソールやその他のピアノブラック仮想部分に塗ってガラス被膜を作り傷つき防止するアイテムです。私も現在所有している CX5 にも施工済みです。ただ CX60 にはピアノブラック部分がなかった気がなかなかと書きましたが、私も9月中旬契約、11月中旬納車予定で、エクスポのマシングレーですと。営業さんの努力に感謝感激ということで、ありがとうございました。めっちゃ早いね、9月中旬で11月中旬に来るということでございます。そしてそのなんだあれね、スマホ守るくんね、まあこれちょっとね、先ほどありましたけども、まあいろんなところに塗れるということですので、まあ、ピアノブラックのところに限らずね、塗っていけるようでございます。ありがとうございました。はい、そしてモナパパさん、シンシンさんまたトップコメントに採用していただき感無量ですと。社外品自慢報告ついでに、購入品ではないですが、どなたかのチャンネル、どこかのチャンネルでマツダ3の動画紹介されていたのを真似させていただいたんですが、セレクティブキーシェルが高価で手が出ないので、100均で買ってきたカーボン調の粘着シートをキーシェルに DIY で貼り付けて保管していたのを CX60 に、乾燥しようと思っています。よかったら写真を送ります、メールで、送りますので、皆さんと共有できたら嬉しいです。では深夜に娘がディズニーランドから帰ってくるので、迎えに行かないといけないので一足先におやすみなさいということでね、ディズニーランドにね迎えに行くんですね。で、その、まあ、メールねいただきました。それが、こちらね、シンシンさんこんばんは。コメントさせていただいたキーシェルの DIY、カーボン仕様の写真を送ります。つまらないものですが、ご差し入れいただきたく、よろしくお願いいたします。丁寧なね、メールいただきましてありがとうございました。それはこちら、これあの良くないかっこいいですよね。あの DIY で、このカーボンのカーボン調のやつをね貼り付けたということですけども、これ正面ね、で裏めっちゃかっこいいよね。なんか専用品でやったかのような質感でございますが、さらにね、ちょっと引いた写真ですけど、いやこれ最終的に私なかった、いろんなねいいのなかったらこれでいいかなとちょっと思ってしまいますね。めちゃくちゃかっこいいです。さらにねこちらね、いやいいよね、いいよね、どうでしょうか皆さんね。ただね、私ね手先がね不器用なんですよ。こんなに上手にできるのかもう不安でいっぱいです。不器用でね、不器用じゃけんわしゃ無理かもしれんの、どうかの。はい、ありがとうございました。続きまして、スーパートトロさん、シンシンさんこんにちは。納車された方おめでとうございます。早速ですが、皆さんはテレビキットをつけてますか。今まではデータシステムのキットをつけてましたが、CX60 用がまだ発売されてないので皆さんはつけるのかつけないのかぜひ教えていただきたいです。私はつけたいなと思っていますということで、まあ、先ほどもちょっとねありましたが、テレビキットね、むずいんだよね。でモナパパさん、現車マツダ3にデータシステムのキットをつけていますので乗り換え前に外しておいてメーカーの対応表が出た時点で現行品が、6に対応しているようなら再使用しようと考えています。結
こう現行品に新車種の対応が追加されることもあるようなので、でもナビの自社位置精度が落ちることと引き換えですけどねということで、ちょっとねそういうこともあるらしいので、私はちょっとこうテレビキット等をねつけたことないのでわからないんですけども、検討のね、見てみるといいかもしれません。はい、そして、スーパートトロさんね、モノパパさん返信ありがとうございます。私もマツダ3にデータシステムのキットをつけてますので参考にさせていただきます。適合なら再使用を考えますと。でもう一つね、藤利君さん、また他にもキットがあるのですねと、性能が良ければ考えたいと思います、ありがとうございます。これ前というかこの動画の中のちょっと前にね、藤利君さんのコメントを紹介させていただきました。日本電機さんかなが出てるよというやつですね。そして、YMK さんね、適合の情報が2020年に止まってる会社のはなんとなく買いたくないなと思ったりということでね、まあちょっとこれいろいろね、不都合というかね、そのいろんなところに影響を及ぼす可能性がありますので、一応ね慎重にやっていただきたいということでございます。ありがとうございました。で、ゆうゆうさん、しんしんさん、こんばんは。私は先週納車されて、社外品のデジタルインナーミラー兼ドラレコを取り付けしました。後ろに座る嫁と目線が合ってしまうのが嫌なので、と。いいじゃないか。リアのカメラに電熱線が映ってしまうので要注意ですねと。納車当日にキーパーもやってきましたが、黒豆のようにテカテカになって帰ってきました。しかし目の前のエンジンボディがでかくて未だ慣れませんということでね、テカテカのでっかいねボディがね、ボンネットが見えるのが嫌なのかな。でもいいじゃないですか、かっこいいと思いますよ。ありがとうございました。そして、あきちゃんさん、こんばんは。社外品パーツの件、遅ればせながら、報告です。ドラレコ、リア、ごめんフィルム、オートエグゼのバイザー、今のところそんなもんです。そして、レーダーとね、ちょっと話はそれますが、発進加速を試したら、ホイールスピンして、シートに押し付けられる感覚、久しぶりに味わいました。FR の醍醐味の一つ、マジ最高と、納車されたら、紳士さんも味わってくださいということで、ね、もうやっちゃいます。もう絶対にやっちゃいます。うん、絶対加速します。ありがとうございました。はい、続きまして、ワンサマさん、シンシンさん、こんばんは。フロアマットですが、クラフトマードさんで私も購入しましたと。注文後数日後に急遽カラー変更を申し出たのですが、心よくご了承いただくなど、サービスにとても満足でした。フロアマットも20ミリのシリーズがあり、ふかふかなのでおすすめですということでね、なんかね、クラフトマートさんすごくね対応がいいということでの報告はね来てますのでね、まあちょっとおすすめかなと私は思ってます。ありがとうございました。そして、吉行さん、今さっきもらってきました、これ CX60 ね。とりあえずちょっと走って満タンにして帰ってきただけなので、レビューはまだ先になります。とりあえず今日はとりあえずヒュンヒュンって聞こえました。モーターのね音だね多分ね。あとスマートギフト5万1000ポイント当たったみたいで驚いただきました。何それ、スマートギフトって、そんなシステムあるの？私そういう聞いてないんですけど。いいな、5万1000ポイントって。で、ありがとうございました。で、そのね写真ですよ、これ愛車紹介的な、ね、こちらね、いいね、かっこいいね、もうツヤが半端ないね。ソウルレッドのね、めっちゃかっこいい、プレスポですよね確かね、かっこいいですな。で、吉行さんのね、コメントね、いろいろいただいてるんですけども、ホイールの真ん中のに貼るタイプの輪っかのやつ、赤いやつみたいなね、この間で私がんってなったんですけど、その写真もねいただきました。これね、ホイールの輪っかのやつ、これありがとうございます。わかりやすく写真撮っていただきました。それがこう、そうそう、こういうのあんだって思ってね、私もね、初めて知りました。で、それがこれです、 Amazon で、ね、売ってるやつね、これ一応ね概要欄にね、貼っときますのでね、気になる方は、チェックしてみてください。こんなおしゃれなねやつあるんですね。で、さらに、マットはねこちらの、オレンジのチェックオレンジの、これもクラフトマットさんかな、で、注文したということでございます。ありがとうございました。はい、これホットフィールドさんね、私なんかいろいろ混ざっちゃって、クラフトマートとか言ってなかったですかね、言ってたらごめんなさいね。ホットフィールドさんね、ホットフィールドさんの
マットですね。で、私買うのホットフィールドさん。それで、もう一つね、サンプルサウンドが、私ね、FJ クラフトさんね、なんか、めっちゃ不安になってきた。言ってるかもしれんね。ホットフィールドさんね、私注文したのホットフィールドさんで、こちらも、ホットフィールドさんの、マットでございます。申し訳ありません。もし間違ったらね、申し訳ありませんでした。はい、続きまして、さらにスカーフプレートね、これが言ってたプラスチックのやつというんですけど、結構かっこいいですよね。ちょっとね、まあ、光はしないんでしょうけども、カーボンファイバーステッカーマット、サイドステップがカバーかガードということでございます。これもね、一応ね貼っときますので、概要欄に、チェックしてみてください。ありがとうございました。続きまして、最後のねコメントというかになります。これはね、社外品とかではないんですが、ゆうゆうゆうきさんにね、また写真と、メールいただきましたので紹介させていただきます。しんしんさん、動画拝見しました。こちらこそ2回もサムネに、していただき、強烈至極ですと、サムネにね、ゆうきさんのね、動画じゃない写真を使って、2回目なんですけども、以前もね使わせていただきましてありがとうございましたという、コメントをさせていただきました。で、これからも素敵な動画をよろしくお願いいたします。そういえばキンシェルの装着の鍵を置いた内装写真を撮ったので、舞い上がってるこの気持ちのまま送っちゃいますということで、これ、ね、めっちゃかっこいいねこれね。で、エクスポの黒内装とキーシェルの赤がめちゃくちゃ良いコントラストを、醸し出しています。ではではというゆうきさんの、コメントと、これね写真をねちゃんと、今写しますからね、こちらですございます。ドンと、これめっちゃかっこよくねマジでこのセンスが素晴らしいよね。こういう写真を私撮ろうとも思わないというか、構造を思いつかないというか、いう感じでございます。もうね素晴らしい。で、これ返信でもね書かせていただいたんですが、いつかねまたサムネにね使わせていただきます。ありがとうございました。もしねこういう写真皆様も、ね、ございましたら、送っていただけると嬉しいです。はい、ということでありがとうございました。今回のね、コメント紹介以上となりますねと、ありがとうございました。もうね、いろいろありすぎて、こうちょっと忘れてしまっている部分もあるんだけど、もう1時間以上喋ってるからね。はい、ということで、最後にね、ベストコメントをね、紹介したいと思います。はい、ということで、本日のね、ベストコメントはこちら、アスロンさん。2番、シンシンさん、ワンパン、オールナイトニッポンじゃなくて、これは鶴子さんの方でしたかということで、まあ、ここはまあ、どうでもいいんですけど、今日は風邪で熱が出て休んでいるのに、つい動画を見てしまっていけませんなということで、皆様、お風邪などお召しになりませんよう、わてはまた寝ますということでね、これ、この熱が出てるのに見ていただいたということでね、ありがとうございました。無理なさらぬようにね、お風邪をね、ひかれたということで、直してくださいと、お大事にしてくださいという意味も含めまして、ベストコメントに、選出させていただきました。おめでとうございます。おめでとうございますというか、まあ、風邪ひいてるからね、お大事にしてくださいということで、ありがとうございました。はい、ということで、今回の動画は以上と、なりますね。もう長かったね。全部見ていただいた方はね、変態認定させていただきますましてね、これはちょっと無理で、私では無理で、自分では無理やわ、これね。もうところどころ気に入ったとこだけ、いつも申し上げますがね、見ていただければいいかなと思います。はい、ということで、今回はね、いろいろ紹介というか、納車後のコメントやら、気になる部分やら、あとは何だろうね、ツッコミのコメントとか、あとヒッチハイカーの話とかね、いろいろありましたけどね、まあまあまあ、まだまだこれからね、納車されて、11月は特にね、納車、私の車も納車されますし、納車祭りとなってきますのでね、またまたいろんなというか、この同じようなね、企画というか、この動画を作らざるを得ないくなってくるなと思いますのでね、我慢して聞いていただければと思います。ありがとうございます。はい、ということで、今回の動画以上となります。この動画良かったとか、鶴子風また聞きたいよと思っていただいた方はね、またチャンネル登録並びに高評価をよろしくお願いいたします。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。